有名な占い師フローレンス、はい、ポクちゃんですね。ポクちゃん、はい、あなた来ましたよ。あなたは YouTube 登録がたくさん来たせいですか。はい、ですね、ちょっと悩みがあって、ですね、はい、悩みがありまして、しゃー、はい、ですね、ユウ、はい、のチューブが今一つ人数が増えないんです。はい、じゃあ私のね、お名前はヒデ、ヒカキンのヒにデメキンのデです。はい、で、ヒデと申します。じゃあどうすればいいかな。じゃあここから引いてください。ヒカキンになれますか。はじめなので、まあ100ぐらいはいきますね。100ぐらいですか。はい、100。でも、当たりならもう5000は超えます。5000超えますか。はい、ハズちゃんはもうゼロです。どうすればいいですか今。無理ですね。くじ引きに当たった目がおかしかったので。くじ引きに当たった目がおかしい。はいはい。父ちゃん、このどうすればいいですかね。知りません。今私は知りませんですか。私は手の占いじゃないので。なんか拝むとか。じゃあモテるやり方なら知ってます。どうやったらいいですかね。じゃあ一回写真撮らせてください。はい、ちょっと見て。よっしゃ、オッケー。あなたをモテさせてあげます。はい、まずヒカキンよりも有名。ヒカキンですよ。ヒカキンよりも有名。はい、これで有名人よりも人気上がってて、お姫様よ。父ちゃん、名前をなんかつけてもらえますか。ヒカキンとか。今はね、名前がヒデキンなんですけど。ヒデキンなら、ゾウくんはどうですか。ゾウくん。はい。ゾウくんなんか嫌かな。じゃあ何。スーパーマンはどうですか。え、スーパーマン。スーパーマンですか。はい、じゃなくて、ピノッキーは。これだ、タリアで。ピノッキー。コウガはどうですか。ピッチー。コウガ、はい、あの、鬼滅の刃でなんか名前なんですか。男ですか。主役は炭治郎です。炭治郎。なんか、こう見て何に見えますか。鬼滅の刃。熱とか。じゃあ、鬼と戦うってじゃなくて、で、ジジイかとは思う。鬼滅のジジイですか。はい、鬼滅のジジイ。鬼とも戦うは鬼です。それ新キャラクターですね、鬼滅のジジイって。はい。善逸。善逸は、寝て起きたら雷が一の方でかっこいいですね。ということで、鬼滅のジジイ。鬼滅のジジイは、YouTube を増やす方法は、鬼滅のジジイになればいい。違います。鬼滅のジジイじゃなくて、鬼滅の手べりを映せばいいんだ。手べりが映らないや、手べりの周りは映らずに、手べりの中を映せばもう人気。中を映す。もう朝起きたらもう1000、その次もう2000っていきますね。鬼滅のジジイ出てないですよ。鬼滅のジジイ、どうすればいいですか。鬼滅のジジイ、いないので、もう YouTube 上げたいんですよ。じゃあ手べりあるでしょ。手べりの外側、中が手べりの近くの場所を映さなくて、手べりの中側を映せばもう中側を。鬼滅のジジイがですか。はい、ジジイが鬼滅の刃を見て、はい、それを撮るんです。そうすると、あの、人気がもう100、300、400、500、600、700、800、900、1000でいきます。1000っていうことは、名前は千と千尋ですか。はい、千の千尋。はい、そうですね。千、名前は名付けて千の千尋です。千の千尋わーですか。はい、千の千尋。ヒデキンから千の千尋。そうしたら売れますか。売れますか。千の千尋。違いますよ。千の千尋で1回言われます。YouTube が。それはサダコじゃない。